Hey guys, it's Shido. 皆さんこんにちは、Shidoです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はですね、朝起きた時の腰の痛み、ベッドから起き上がる時に腰がなかなか伸びないとか、あとは朝の通勤電車で立ってる時に腰がズキズキシクシク痛む、そういう方のためのセルフケア、ストレッチをお伝えしたいと思います。腰痛というのは原因によってさまざまな種類があるので、一括りに腰痛ということはなかなか難しいです。今回お伝えする腰痛のタイプというのは、腰のこの辺りが痛くなる人、横の腰骨がここにあって、このままずっと内側に入ったこの辺りが結構ピンポイントで痛くなる人、この種類の腰痛は朝起きた時の腰痛の中で最も多いパターンです。実際に痛む場所というのは腰全体というよりも腰のこの下の方のこの部分のピンポイントで痛む。模型でいうと骨盤の横側からずっと真ん中の方に寄っていって、この部分です。ちょうど骨盤と腰椎、背骨のつなぎ目のあたり、この辺の関節部分の痛みです。朝ベッドから起きた時にこの部分がズキズキシクシク痛む。それからベッドから起き上がる時に腰をぐっと反らそうとすると、この部分がピンポイントで痛んでしまうので、なかなか腰が反らせない、伸びない、伸びにくい。根本的には胸腰部といって腰の上の方、この辺りの背骨の可動性に原因があります。この部分がしっかりぐっと反ってくれない、寝てる間に腰の上の方がベッドにぐーっと沈み込んでしまっているせいで腰が丸まってしまいます。で、いざ朝起きて立とうと思った時に胸腰部の辺りはぐっと反り返ってくれないので、その部分のこの伸展というこういう動き、それを背骨と骨盤のつなぎ目の部分、ここだけでぐっと反るという動きをしてしまいます。その時にここが痛んでしまう。なので根本的な解決をするにはこっちの上の方をいじらないといけないんですが、構造に問題が出ている場合、なかなかこれはプロでないと難しいです。なので今回は難しいこっちの方は置いといて、セルフケアとしてこっちの股関節をいじっていきましょう。この背骨と骨盤のこのつなぎ目の部分、この部分だけにこういう反る力が一箇所にかかってしまうために、ここは痛んでしまいます。要は朝起きてから通勤までの特に痛い時間に腰が反るという動きをできるだけなくすことが重要です。この骨盤がぐいっと前に傾いてしまうと腰は反ってしまいます。骨盤が前に傾こうとすると腰は反ってしまう。これで痛めちゃう。なので骨盤がこの朝痛い時間にできるだけ前に傾かないようにセルフケアしましょう。骨盤が前に傾いてしまう大きな筋肉の要素としては、太ももの前側の筋肉があります。この部分、骨盤から膝の方に伸びている大きなこの太ももの前側の筋肉、これがギュッと短く硬くなってしまっていると、これによって骨盤は前に傾いてしまいます。結果腰が反ってしまう。なのでこの太ももの前側の筋肉、大腿四頭筋のストレッチというものをやっていきましょう。この太ももの前側の筋肉をストレッチしようと思えば、こう立ったまんまでできるんですね。こうやって膝を曲げて足を抱えて、これでストレッチできます。これでストレッチできるんですけど、ぐっとさらに膝を曲げていくと、この筋肉の硬さに引っ張られて、この骨盤がぐいっと前に傾いてしまいます。そうするとこのストレッチ中にさらに腰が反ってしまって、余計痛めてしまう原因になります。これは良くないと。なのでこの腰椎と骨盤の付け根のピンポイントの痛み、この腰線部の痛みの腰痛の場合は、ストレッチをちょっと工夫してやってみましょう。こういったベッドやソファーを使ってやってみましょう。同じように膝を曲げて足を抱えます。でそのまま足首の前側のところを乗っけちゃいます。そしてこのまま後ろに体重をかけながら骨盤をぐいっと後ろに傾けましょう。腰丸めます。腰丸めるとここが伸びます。立ったままで太もものストレッチをすると腰が反ってしまうんですけど、腰線部の痛みがある方でもこのストレッチをやるときは全く痛みがないと思います。腰痛が悪くなる原因であるこの太ももの前側をストレッチしながら、痛めている部分の腰線部の関節をぐいっと開くという一石二鳥
お得なセルフケアとなっております。ここ伸びます。腰を丸めるほどここが伸びる。これを左右ともにやってみましょう。腰丸める、伸びますね。骨盤を後ろに傾ける、腰丸める、お腹へこます。これで十分です。さあ立ってみましょう。このストレッチは腰の下の方のピンポイントの痛み、腰線部の痛みに対してとても即効性があります。朝起きて腰が痛いとき、まずやってみましょう。それだけで朝快適に通勤できると思います。それからですね、先ほど腰の上の方の構造の問題はなかなか自分では解決できないというお話をしましたが、腰の上の方、胸腰部という部分がこう丸まってしまって、寝ている時にこの腰の上の方がベッドに沈み込んでしまって、ここが丸まってしまうという方、こういう方には日常生活の中でそうなってしまう原因があります。それが座り方です。椅子に座る時に骨盤を後ろに傾けて、腰丸めて背中を丸めて座る、これはまだいいんです。ところがですよ、椅子、ソファー、それからベッドに浅く座ってこのまま背もたれ使ってません？これは良くない。この姿勢を長時間続けていることで、腰椎の上から胸椎の下側、いわゆるこの胸腰部という部分にこういう力が加わります。そうすると背骨の一つ一つが開いて、どん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 丸まっていきます。腰椎の本来の可動域を超えて、どん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 丸くなっていってしまいます。このうっかり持続して発生してしまう歪みというのが一番怖いです。朝起きた時に腰が痛い方、ぜひ日常の中でのこの姿勢のチェックをしてみてください。意外と気づかないうちに長時間やってるかもしれません。役に立ったよ、面白かったよという方はいいね、チャンネル登録をお願いします。最後までありがとうございました。では。